皆さん、ニャヒーヤ、ニャヒーヤ。あれ、もう今年は呼ばれないと思ってたぜ。少し前のくじになってしまうけれど、記念として残しておきたいそうよ。ほう、そんなに言うなら付き合ってやるぜ。ということで今回のくじはこちら、ポケットモンスタースカーレットバイオレット、発売記念くじ、だな。各賞のご紹介。A 賞、みんなで一緒にゲームクッション。新作から初登場のご三家揃い組。クッションがモンスターボールデザインなのも可愛いわね。B 賞、お手伝い、ピカチュウぬいぐるみ。はい、欲しいのはこれです。でしょうね。小首かしげてピカ、って表情で見つめられるだけで幸せなのにさらにお手伝いまでしてくれるなんてなんていい子なんでしょう。お手伝いなんてしなくてもいいからただただそばにいて。C 賞、甘えん坊、EV ぬいぐるみ。あざとい、さすが EV さん。個人的には、ボリューミーな尻尾がグッとくるぜ。D 賞、マルチタオルケット。でかいな。でかいわね。写真にもあるが、膝掛けとしても使えるサイズみたいだ。E 賞、プレートコレクション。ゴース、ゴースト、ゲンガーが揃っているグッズ、割と珍しくないか？ゲンガーたちが盛られた料理を盗もうとしている構図、そそられるわ。F 賞、カップコレクション。普段使いできるアイテム、ありがたいです。落としても割れにくい素材なのもな。G 賞、テーブルウェア。ウェアって言われると、一瞬着る何かかと思ったわ。ウェアには、食器類、って意味もあるそうだ。勉強になります。H 賞、タオルコレクション。いつものタオルね。さて、何枚増えるかな？早速引いていくわよ。珍しい引き方だな。手袋をしていると、1枚ずつ引くのが困難なの。さっさとぴったりサイズの手袋買えばいいのに。実はこの時、店員さんも一緒に枚数数えてくれていて和んだわ。何賞狙いなんですか？ B 賞です。1枚目。H 賞、タオルコレクション。安心安全の出だしだな。2枚目。F 賞、カップコレクション。コップはありありだ。3枚目。たー。は？マジかよ。うわー、おめでとうございます。手が震えます。4枚目。H 賞、タオルコレクション。この間、ずっと店員さんが話しかけてくれてます。H 賞、タオルコレクション。溜まっていくタオルたち。場所は取らないからもう満載よ。6枚目。G 賞、テーブルウェア。食器来た。コップとセットで使えるな。7枚目。H 賞、タオルコレクション。こぼし放題。キーボード壊すのやめてください。8枚目。G 賞、テーブルウェア。来客があっても安心ね。あるんですか？9枚目。おい、私の担当箇所だぞ。D 賞、マルチタオルケット。また上位賞じゃないすか。なんでやろ、怖い。ラスト、10枚目。H 賞、タオルコレクション。まずは、H 賞からご紹介。で、おい、同じ絵柄ばっかりじゃねえか。動画映えとか全く考えず、ピカチュウがいるものを選んでしまったわ。らしいっちゃらしいけどな。ロングタオルを見ていくぜ。アップにするとこんな感じ。肌を撫でてみると、ふわふわしていて気持ちがいいわ。続いて G 賞のテーブルウェア。大変申し訳ないのだけれど、どんなに頑張っても反射していろいろ映ってしまうので。こちらの賞のご紹介は、簡略化させていただきます。次は、F 賞のカップコレクションだな。コップに凹凸があって、回すとキラキラ光ってとても綺麗だったわ。そして何より、クワライドと戯れているピカチュウが可愛すぎ。そして D 賞、マルチタオルゲット。まさかのゲットだぜ。今すぐには使う予定はないから、袋入りのまま失礼するぜ。使用直前まで綺麗に取っておきたい派。見るからに大きいってわかるよな、これ。裏はこんな感じよ。アニポケであった、誰だ？の遊びができそうだぜ。最後は B 賞、お手伝いピカチュウぬいぐるみ。私が言うのもなんだが、確かに可愛いな。でしょう。そしてここに、こんな風に、ペンを入れたりできるのよ。かなりスペース取らないか？ぬいぐるみを飾るついでにペン立てにもできる優れもの。愛くるしい姿で疲れた心もリフレッシュ。ふわふわの体に触れればストレス解消さえしてくれる超優秀なこの一品。ああ、作ってくれてありがとう、姉様。そっとしておこう。ということで、いかがだったかな。今年も大変お世話になりました。来年もまた一番くじ動画で会えたら嬉しいぜ。少し早いけど、良いお年をお迎えください。最後までご視聴、ありがとうございました。